ステレグーシチィは、ロシア帝国の水雷艇駆逐艦である。ロシア帝国海軍では、水雷艇に分類された。日本語文献では、駆逐艦ともされる。ステレグーシチィは、ロシア帝国海軍向けに建造された、ソーコル旧水雷艇の16番艇として、建造された。建造当初の名称は、ロシア語で、真偽を意味するクリークであった。1900年に、 サンクトペテルブルクのネバ川造船、機械工場で寄港。翌1901年には、ポルトアルトゥールにて、組み立てが開始された。1902年6月9日には、浸水。1903年には、海上公務が実施され、8月20日付で、太平洋艦隊、第二水雷艇隊へ配備された。配備に先立ち、1902年3月9日付で、名称は、 ステレグーシチーに変更された。これは、ミハルマチブセルといった意味のロシア語の形容詞である。日露戦争が開戦すると、ステレグーシチーは第一太平洋艦隊に所属し、他の現地の艦艇とともに戦闘に参加した。1904年2月14日には、ステレグーシチーは、領艦、スコールイと共に、水雷巡洋艦フサード肉の護衛任務を実施した。 2月24日、日本軍が第一回旅順口閉塞作戦を実施。この時、旅順港入り口には戦艦、レトビザンが座礁しており、ステレグーシチーはストロジェボイと共に紹介に当たっていた。そして攻撃を仕掛けてきた日本第5駆逐隊の駆逐艦をレトビザンや砲台と共に迎撃した。サンクトペテルブルクにある 水雷艇ステレグルシチーの記念碑3月9日、ステレグルシチーは、レシーテリヌイと共に、日本の全新基地探索のため、浦町山列島と、古町山列島に派遣された。同日、大島付近で、日本の大型軍艦を発見。攻撃を試みたが、駆逐艦の出現により退避した。その後再び捜索したが発見できず、2隻は、旅順に向かった。 3月10日午前7時頃、黄金山沖に日本第三駆逐隊の駆逐艦結雲、死ののめ、明けぼの、さざ波を発見。ロシアの2艦は、砲台の射程内に逃げ込もうとしたが、この時、危機部長のためステレグーシチーの速力は16から17、ノットに低下しており、すぐに追いつかれて、戦闘となった。レシーテリヌイは損傷しながらも逃走に成功したが、ステレグーシチーは、 包囲されて、砲撃を受け艦長アレクサンドル・セミオーノビチセルゲイエフ、タイなども戦死して午前8時5分に沈黙した。上院55名中4名の機関兵のみが日本側に救助され、他は戦死した。日本軍はステレグーシチーを捕獲し、栄光を始めようとしたが、ステパン・マカルフ提督が巡洋艦のビークとバヤーンを率いて出撃してきて、 攻撃を加えたため捕獲を断念した。ステレグーシチーはローテツ山の南東約7海里の地点で10時15分に沈没した。後日、ステレグーシチーの勇敢な最後は、新聞で大きく報ぜられた。また、サンクトペテルブルクには、水雷帝ステレグーシチーを追悼し、讃える記念碑が建てられ、1911年4月26日には、皇帝ニコライニセイの午前で、 除幕式が開催された。ありがとうございます。